自衛隊は違憲なんだよ。自衛隊は違憲なんだ。貴様たちは違憲なんだ。私は諸君のその熱情は信じます。それだけは信じます。他のものは一切信じないとしてもそれだけは信じるということは分かっていただきたい。それで僕らと共闘するんですか、しないんですか。お前ら聞け、聞け。美しいのはだね、君たちの純真無垢なその心なんだ。誰をどうやって殺せば日本のために役に立つんですか。先生に預けた命が叫んでるんです。この日本で美しく生きるということは、すなわちこの国のために死に方を考えるということだ。今新宿で騒乱罪が適用されました。自衛隊は治安出動をしないんですか。本当の強さとは美しいものだ。僕には難しいことは分かりません。もっと強くなって、先生のように強くなって立ち上がりたいんです。抹殺されたって構わない。この国への思いが伝わるのであれば、それこそが生きた証なのではありませんか。あなたはどんな風に人生の幕引きをするのかしら。実録連合赤軍、キャタピラーに続き再び鬼才若松浩二がメガホンを取った 11.25 自決の日、三島由紀夫と